大阪・関西万博、まあ、理念等については、先ほど、うちの東議員の方から質問の中でい,い,いろいろ問題が出ましたけれども、いわゆる三菱総研がです、ね、大阪と京都、東京都を対象に実施した調査では、大阪・関西万博における東日本大震災からの復興アピールについて、まあ、俺期待している、あるいはやや期待しているとの回答が、東京で36.8%。 大阪がその中で、この2月に宮城県にて開催された万博機運情勢シンポジウムへのメッセージとして、自民万博担当大臣が、震災という逆境から力強く立ち上がる被災地の姿を世界に発信していくとの心強い決意表明を発信されておりました。 復興庁は、被災地の復興と安全安心について万博を通じて、世界に発信していくために、現在どのような具体策を実施しており、またこれから開催まで、開催後の企画についてご説明をお願いいたします。復興庁、森田審議官。お答えいたします。東日本大震災災からのののの復興の進捗や被災者の状況につきまして、て、各種の機会を捉えて 正確な情報を随時分かりやすく発信することが重要であると考えてございましてまたこのことは閣議決定されている復興の基本方針にも明記されてございますこのため世界各国の注目が日本に集まる2025年大阪関西万博の機会を活かし多くの方に被災地まで足を運んでいただけるよう 復興ししつつあるる姿やその魅力を世界に発信すすこととしております具体的取り組みについて申し上げますと、まず開催前の取り組みにつきまして、より多くの方々に関心を持っていただくため、昨年12月に2025年大阪・関西万博復興ポータルサイトをホームページ上に開設、東日本大震災に関する基本的な情報や、 万博での展示に関連した被災者住民、事業者等とのインタビュー記事を掲載してございまして、今後、その充実を図ってまいります。さらに今年度におきましては、被災3県でプレイベントを開催するなど、情報発信の充実に努めてまいる予定です。続きまして、万博開催期間中におきましては、地球規模の課題が週単位でテーマ設定されるテーマウィーク、これを活用いたしまして、ビルドバックベター、 より良い復興をコンセプトとして、災害対策・震災伝承、食・水産、最新技術、福島国際研究教育機構、いわゆるエフレなど、大きく4つをテーマとして、復興のストーリーの展示を予定しております。こうした万博という機会も最大限に生かしまして、被災地の交流、関係人口の拡大、被災地の本格的な復興再生につながりを努めてまいり、所存です。はい石井君、えー まあ大阪・関西万博の会場の象徴ともいえるですね、高さ20メートル、長さ2キロという世界最大級の木造建築の大屋根リングに、福島県の浪江町で製造されましたウッドコアという建築木材が使用されております。特殊な技術が生かされております。この建材が全体の2割にも利用されているわけでありますけれども、福島産の杉も利用されているということでありますが、福島の杉材は昨年末に、 福島第一原発事故に伴う風評被害などで停止していった中国への輸出が初めて再開されました。震災から12年たって、やっと地元の企業の民間の努力で結実したものと私は思います。まあ、そうした中で、今後政府はですねこれをよりもっと多くですね発信して、広報などを手法を通して、もっともっと広めていくべきだと思いますが、その辺の考えをお伺いします。 模擬商務サービス審議官お答え申し上げます今、委員からもご紹介ございましたけれども、この大屋根リング、世界最大の木造建築物でございますが、この柱ですとか、両材、いわゆる梁ですが、梁に使用されてます集積材が約2万立方メートルございまして、このうちの約2割弱、3500立方メートルが、 福島県産の木材、これはあの杉の修正材ということになりますが、これが使用されているものでございます。で、この親屋根リングに福島県産のです、ね、木材を使用していることについては、これから私ども,もですね、あらゆる機会を通じて PR をしていきたいというふうに考えています。えー、これはあの先日もテレビ番組でもご紹介をされておりましたが、リングを使ったさまざまなイベントもこれからございますし、それから情報発信の機会もありますので、折に触れてですね、そういう機会を使って、 PR をしてていいいいきたいという,ふうに思っていますそれから大屋根リングそのものの魅力の発信だけではなくて、これ建設に関わった方々の取り組みなども発信をしていくことになりますので、そうした機会も使いながら、ですね万博の魅力と合わせて、被災地の賛否の PR につながるような情報発信を継続していきたいというふうに考えています石井明君。 委員長ありがとうございました。まあ,あの万博についてはまた深掘りの質問をこ,これからの別の委員会で別あ別の機会を取られてですね質問したいと思います。え続きまして三、えーえー、次の質問なんですが、まあ輪のオートバイの2輪の安全性の確保とそれからあ重視